松板、野いた松板、野いただ松野意味や1988年1月1日台は、日本のタレント、女優。過去には七未舞名義で、アイドルとして活動。その後、原沙織に改名、グラビアアイドルとして継続。さらに、AV 女優としても活動していた。2014年以降、現在の芸名で活動している。父方の祖父が、 ドイツ人のクオーターである。1988年1月1日生まれ。母親が NHK 紅白歌合戦を見ている時に陣痛が来て生まれた。プロフィールは全て事実だという。趣味はホットヨガ、ゴルフ、ゲームで、特技はバリブヨとダンス。弟が二人いる小学三年生の頃好きで見ていた特撮作品はビーファイターカブと。 大の猫好きであり、後日の出演映画である、最近列島の舞台挨拶で猫を2匹飼っていることを公言している。また、サオリ中、BE に腹が飼っている猫が登場。白猫がミロ、黒猫がクロノで共に雑種。2010年3月24日、スカイパーフェク TV のスカパーアダルト放送大賞の女優賞を受賞する。 彼女は最初の AV で過度の緊張のために急性胃腸炎で入院したとコメントしている。中学2年の時に広島から上京。2004年4月より七海舞の芸名で活動。当時の所属事務所はアム・ハウス。TV アニメマシュマロ通信のオープニングテーマやグラビアアイドルとして主に活動をした。映画出演では春うららにてヒロインである。 総う意志未開役としてデビュー。また、同映画の完成記念に、高知競馬場内に常設されたギャラリー、ハルーラインザムービーギャラリーのプレオープン、グランドオープンの両イベントに参加した。その後も、散発的な活動はあったものの堀越高校、卒業を機に一度は引退。その後、2年ほどのブランクを経て、原沙織に改名後も活動を継続していたが、2008年に、 AVA 進出。二千八年十一月二十五日、この日発売の雑誌、ソブラ内で当時自身が連載していたコラム、サオリ中 BE 及び同日付の自身の公式ブログにて、二千九年一月二十二日にソフトオンデマンドから A デビューすることを公表した。この AV デビュー表明により、それまで一日に百件程度しかなかった公式ブログのアクセス数が ついたち1万件と爆発的に増加したという。また、ソブラでは、前日のサオリ中 BE での告白に加え、初のヌードグラビアを掲載。ただ、バストトップとピュービックヘアは、星のマークで隠されていた。その後、同年12月4日発売の初ヌード写真集、サブラ DVD ムックザヌード原サオリ写真集では、 バストトップとピュービックヘアも披露された。同日、ソフトオンデマンドのサイト内に原沙織特設サイトが開設。原自身がキャスターとしてニュースを伝えるという設定で、不定期にイベントの告知やイメージ映像などが更新されてきが、2009年1月8日以降更新がなされていない。2008年11月29日、ソフトオンデマンドが推進している。 ストップ STD キャンペーンの啓蒙広告のモデルとして東京、渋谷の109近くに巨大広告が掲示された。2008年12月7日、同月4日に初ヌード写真集、サブラ DVD ムックザヌード、原沙織写真集が発売されたのを記念して、東京、秋葉原の書泉ブックタワーにて握手会を開催した。その際、最初は抵抗感と 罪悪感があったが、やっているうちに楽しくなったや、西麻布の交差点で、コートの下は、全裸という状態で、ゲリラ的に撮影を決行したなど、撮影に臨む心境の変化や、撮影時のエピソードを披露した。また、最も気に入っている写真は、テープで口を塞がれている、カットとのこと。これら一連の発言から M の気があることが伺えるが、本人も、 前日のお気に入りの写真についての話の中で、私は M なので、この写真が気に入っていると、自ら M であることを認めている。AV デビューを公表して以来、AV 出演に関しての質問が多数寄せられているとのことだが、これらに対して、原は2008年12月2日付の自身の公式ブログの中で、2009年1月22日のデビューに向け、そしてデビュー以降も、 様々な雑誌、メディアで話すつもりなので、ブログでのコメントは差し控える、胸のスタンスをとっている。また、雑誌の発売日などについてはこまめに告知する、ともしている。その一方で、ブログをチェックしていただけたら、今後ちゃんとお話できると思う、といった含みのある発言もしてる。にもかかわらず、AV 出演に関しての質問は引き続き多数。 寄せられているようで、2008年12月15日付の自身の公式ブログの中で再び前日のコメントを繰り返している。AV デビュー作は2008年11月25日以前に収録、撮影を済ませているが、ソブラでの告白の中で AV 撮影時のエピソードがわずかながら紹介されており、それによると男性経験が少ないこともあって、あらゆることが初めてつくしで、 特に、初めて潮吹きを経験するに至っては、驚きのあまり号泣したという。前述の男性経験については、ザヌード、原沙織写真集内にて本人が二人の男性との経験談を綴っている。初体験は、高校三年の夏。相手は、同級生で、場所はその同級生の家。その同級生とはほどなくして別れた。その同級生から初体験を申し込まれた。 もう一人はフリー,イーター時代にバイト先のバーに客として訪れた10歳年上の男だった。交際は順調で相手から求婚されるまでに発展したが19歳の冬に芸能界への再デビューを目前に控えていたことを理由に交際を解消。芸能界再デビューから AV 出演への決意に至る経過についてソブラ及び公式ブログの記述を総合すると2年にも及ぶ フリーター生活に決別しようと決意したのは2008年1月の自身の成人であった。大学や専門学校で勉強していたり、社会人として定職についていたり、家庭を持っていたりする周りの同級生に刺激を受けて再デビューを決意。一方、同時期に現在の事務所から AV 出演を前提に声をかけられ、大いに悩んだものの、熟慮に熟慮を重ねて納得の上で、 現在の事務所に所属することを決断したという。それは2008年春頃のことであった。AV デビュー前では、異例の特命係長、ただのひとしに出演した。2009年1月22日、芸能人、原沙織奇跡の AV デビューで、AV デビュー。同作は、各 AV ランキングサイトで、連続1位を記録、1万本売れば、ヒットと言われる。 AV 業界で10万本を売り上げる大ヒット取った。同作を堀江貴文が自身のブログで絶賛し話題になった。2009年、出演映画最近列島の主題歌、私のお口が世界を救うで CD デビュー。同年12月11日、告白本本名、加藤舞私が AV 女優になった理由、主演者を発表。 同じ12月11日に、携帯写真集、猫かセクシー系、原沙織、ソニーデジタルもリリース。2009年10月、自身のブログ及び、週刊プレイボーイ48号、集営者2009年11月16日で、美人時計、写真撮影は、堀江貴文への出演が報じられたが、実現はしていない。後日、週刊プレイボーイは、 美人時計側の判断で写真の配信を見合わせている旨と記事内容とは異なる可能性があることをお詫びと訂正記事として伝えている2010年1月25日屋外で全裸の写真集の撮影をしたなどとして公然は移設罪で警視庁保安課に写真を撮影した篠山騎信と共に書類送検された2010年 ユリコのアロマ公開初日の舞台挨拶に登場し、主人公に恋焦がれる、あやめ役を演じたのですが、体も密着させちゃったりと、結構、激しい女の子役。でも、一途なところや、諸突猛進なところは私に通じるものがあったと、役柄と自身との共通点について語った。さらに、映画同様、匂いフェチであることも明かすと、枕の匂い、カレー臭が好きなので、 ちょっとユリコさんの気持ちが分かったと述べた。2011年3月10日、体調不良で倒れ、同月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災により精神的ダメージを受け、弁護士を介して契約解除を申し入れている。2014年4月、芸営に所属します、のいただしの芸名で再出発。名付け親は、 リリー・フランキー。活動空白中の2012年10月に50歳の男性と結婚したこと、以前の芸名は使わない約束になっていることを明かしている。ふとじは主演、メインキャスト、名義は2008年7月までが、七海舞、2008年8月から2012年までが、原沙織、2014年以降が、松、野井忠だである。ミッションイン。 ポジティブスペシャルアタック復活コントライブサマーアクションシリーズ第1弾2017年9月9.10日すべて SOD クリエイトより発売取り下ろし作品のみ楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください